ぽ。今日も教えに来たぞ。今日は資材の使い方について教えよう。といっても私は専門じゃないから、大工屋のナイジェルを連れてきたぞ。ありがとうございます。おはよう、シンゴ。俺の専門は家や家具だが、資材の話だったら任せてくれ。開拓している木や石などを拾うだろう。そいつを資材にすればいろんなものが作れるんだ。例えば動物を囲う柵とかな。牧場やっていたら必要になるだろう。これから開拓や農作、いろいろなことをやっていく中で自然と作れるものも増えていくだろう。クラフトしよう。はいはい、すでにね、先に作っちゃいました。すいません。それとメーカーについても教えておこう。メーカーってのは資材を別の資材に加工するための道具だ。いろんな資材を手に入れたら、そこからまた作れるものが増えていく。ただしメーカーで資材を作るときは時間がかかるから気をつけてな。資材となるアイテムをメーカーに入れると別のアイテムに加工することができます。これ悩みどころだな。木を大量生産するためにあれするかどうするか。さすがはナイジェル、わかりやすい説明だったろう。この知恵をどう生かすかは君次第だ。さて今日はこの辺で帰るとしよう。また明日も来るからね。あら、全回復してないですね。なんてこったい。ということで3日目やっていきましょう。水やるよね、忘れないようにしないと。どうしようかな。なんか本当は安くて回転率のいい野菜をね、じゃんじゃん作ってやっていくのが序盤はね、それが定石なんですけど、性格的に一回植えた野菜をなんか別の日に植えるのがちょっと嫌でですね、今日は違う野菜を植えようかなと思います。あ、木。あー、もうね、すごいこれやっちゃう。いろんなね、なんだっけ、コンシューマーのやつをやってるとね、ボタンを間違っちゃうんですよね。木がね、どんだけ生えてくるか、もうガンガン切っちゃって、もう木は足りなくならないか、そこがちょっと心配なところなんですが、どうしようかな。いや、今切るのもったいないか。お店9時からやってるかな ?10 時か?あ、雑貨屋さん早いですね。8時からやってるみたいなんで。どうしようかな。じゃがいもはね、複数個収穫できて、とかだったんだよね。ルーンファクトリーだと。あれ?定休日?おい、定休日じゃねえかよ。うわ、やっちまったな。しょうがねえか。ちょっと野菜買えなさそうなんで、今日は住民とね、コミュニケーションを取っていこうかなと。ちょっと待って、道具箱も作りたいな。先にちょっと道具箱作らせてください。道具箱を作るまでカットします。まあ、とりあえず、買えるもんじゃねえや。作りたかったやつは作ったんで、住民とね、コミュニケーションを取っていこうと思います。まあ、今作はね、今作あって前作からなのかな?まあ、というか、こういう系は結構あるあるなんですけど、まあ、恋人をね、作れる。恋人どころかもう結婚できるのかな?ちょっと、女の子と仲良くなっていきたいんですが、これは今いる場所ってことでいいのかな?どうしよう。まあでも一旦ね、話していくしかないか。てか行ってない店に行くしかないな。お。ブリジット。ムービーで見た。
まあ牧場疲れるんですが素敵ですね。私ブリジットです。動物の扱いには慣れています。何かあったら声かけてくださいねと。いえ、たまに思うのあ、牛やん。入れないか。おっとあなたもしかして釣りをしたことがない人？いい経だからあなたの釣りやってみない？マジか、釣り竿くれた。おぞーす。魚との釣りバトル始まります。その形が引き上げると、え、あなたは攻略対象じゃないんですか。残念。へぇ、お、ギターがあるやんけ。まあ弾けないわな。まあコミュニケーション取ることでアイテムもらえたりするのかな。お、この人もね、イオルさん男性ですが、覚えておこう。そういうなんかアジア的なところ来たのかな。お、旅行の登録。へえ、なんだ、そんなのあったのか。もうちょっとちゃんとすればよかったな。ピクトルさんからコメント挟んでるわ。結構人多いなもう座れる。まだ晴れの日が続くか。雨降ると、水勝手にやったことになるんで、その分体力が温存できて結構良かったりするんですけど。嵐とかあんのかな。ルンファクだと嵐があったりして、めっちゃね、わーってなっちゃうんですけど。あー、料理、え、人のキッチン使ってもできるのか。へー、はい。あとどこかな、行ってないとこ。マップが結構広いな、すごいな。お、花屋、花もあるんですよねー。お、いた。あれも話したっけ。リン、あ、話じゃない。バイクで来られたんですか。私はリンと言います。おじいちゃんの花屋って言います。よろしくお願いします。ふんふんふん、おじいちゃん、グエン。花か、どうしよっかな。3日、花束を作る。へぇ、プレゼント用ってことか。香水を作る。ルル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 ルってことは、香水を作るための機械もあるってことか。で、家具も売ってる。オーガステ、なんか、あ、満腹か満腹マーク面白い。これデバフなのかな。もう食べれないとか出んのかな。あー、そりゃそうだ、無限に仕事できたもんね。ちょっとプリン食べとくか。よし、でも体力回復できたのはでかい。まあいろいろ見て回ったんですけど、まだ全員と会えてないのかな。それともストーリー進めたらまた会える人が増えるかもしれないんですが、ちょっとマップが広くてね、ちゃんと全部いけてるかが
っと分かってないです。行ったかな、まあ、大体カフェ、うん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 、あともう一人というか、あーそこ行ってないのかな、いやあそこは行った、行った行った、まあ一通り建物は行ったと思うんですけど、まだ会えてない人がいるっぽいので、まあ次回以降ね、会えたら会いたいと思います。でとりあえずね、一旦、今回はここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。さっせいっす。